どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね。 マリオットボンボーホテルがですね、なんとシンガポール航空とですね、ステータスマッチを開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボーホテルがシンガポール航空とですね、ステータスマッチをね、開始したっていう風になりまして、またね、こちらのステータスマッチね、即時利用することができるっていう風になってるんですよね。で、またね、条件を達成すればですね、スタイランスゴールド ANA のね、SFC 修行とね、あの、したトのとね、同じラウンジとかもね、利用することができるね、ステータスも、えー、獲得することができるっていう風になっておりますんで、マレットボンボーホテルのね、ステータス持っていてですね、ANA のね、ステータスとかね、持ってない方は、まあ、スターランスゴールドね、持ってない方はですね、今回のね、このステータスマッチね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい、ということで、こちらはね、公式サイトになっておりまして、えー、マリオットボンボイ、えー、シンガポール航空のクリスフライヤー、シンガポールエアライングループということで、まあ、この2つはですね、えー、独自にね、提携を前から組んでおりまして、ポイント交換もですね、もともとね、マリオットボンボイポイント6万ポイント交換すると、えー、2万5000マイルに交換することができますよね。で、またね、シンガポール航空のマイルもですね、こちら2分の1だったと思いますけれども、マリオットボンボイにね、交換することができるって言いた 8になっておりますで、今回ですね、ステータスマッチをね,ね、開始いたしまして、こちらね、公式サイトにね、えー、英語のサイトでね、記載があるわけなんですけども、まあ、下の方にですね、ステータス選んでいただくとですね、シンガポール航空のね、ステータスが え、獲得することができるっていう風になってるんですよね。で、こちらのね、あの、利用するとね、即時に利用することができるみたいなので、ちょっと後でね、実際にやってみていきたいな、なんていう風に思ってるわけなんですけども、一応ね、詳細を確認ね、していきたいなと、 思います。それが、こちらがね、えー、私の方でね、ちょっと予約させていただきまして、シンガポール航空の、えー、ステータスマッチということで、まず条件なんですけども、えー、マリオットボンボイのね、ステータス保有者ということで、こちらね、公式サイトにね、プルダウンするところあると思うんですけども、えー、マリオットボンボイゴールドからライフタイムゴールド、プラチナ、ライフタイムプラチナ、えー、チタン、ライフタイム、えー、チタンですね。これ今もう確かないんですよね、これね。昔あったんですよね。えー、あったっていうか、まあ、今もうね、新規で付与 してないと思うんですけども、えー、ライフタイムチタンっていうのがあってまた、あ、マリオットアンバサダーとかもね、えー、あるわけなんですけどもまあ、こちら選んでいただくとシンガポール航空のシルバーステータスがね即、えー、獲得することができるって言った感になりますちょっとねこの上位ステータスだと、えー、非常に高いステータスがもらえるかどうかっていうのはねまあ、基本的にはねあのゴールドスタートみたいなんですけどもまあ、もしかしたら優遇みたいなのがあるかもしれないですねちょっとこれはねここにねあの記載がないの でわかんなないわけけんですけども多分どのステータスを選んでも、多分ね、シルバーステータスになるのではないかと。 思います。で、さらにですね、シルバーステータスがね、即獲得することができるわけなんですけども、さらにね、半年以内にシンガポール航空を優勝で4回乗っていただくと、ゴールドステータスがね、利用することができるって言った形になるんですよね。で、このシンガポール航空のね、ゴールドステータスになると、まあ、どういういいことがあるかっていう話なんですけども、えこちらはね、シンガポール航空のね、 ゴールドステータスをね、得点一覧なんですけども、やはりこれですよね、世界中のラウンジにアクセスできますということで、ゴールドステータスになっていただくとですね、スタイランスゴールドのね、得点がね、利用することができるっていう風になりますんで、シンガポール航空、バージン,ホントラストオーストラリア、また、スタイランス加盟の運航便で出発であれば、エコノミークラスでも世界中1000以上の快適なラウンジがおくつろぎいただけますということで、 こちらね、利用することができるって言ったがちになるんですよね。で、またですね、スタイランスゴールドになりますんで、まあ、こういったね、手荷物の優先とかねえ、予約優先とかね、私も利用しましたけども、ヒースローエクスプレスのね、ビジネスクラスの無料アップグレードとかね、まあ、こういったものもえ一緒にね、利用することができるっていうふうになりますんで、ANA のね、セーフシーをした後とね、同じステータスがね、利用することができるって言ったがちになるんですよね。ですので、 今回ですね、マリオットのね、ステータスは持っているけども、ANA とかのね、スタイランスのステータスを持ってない方はですね、今回ね、お試しで利用していただくのもね、まあ悪くはないのではないのかな、なんていうふうに思います。有効期限はね、12ヶ月っていうふうになりますんで、まあ1年間にはなりますけども、お試しでね、 スタイアランスゴールドをね、利用されたいっていう方は、ぜひね、参戦していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、これがね、特典航空券とかでもね、OK だったらね、さらに良かったんですけども、え残念ながらね、こちら優勝でえ乗らなきゃいけないっていうふうになりますんでね、えこの手はね、注意していただきたいな、なんていうふうに、 思いますということで、実際ね、ステータスマッチやっていきたいなと思います。私もね、あの、シンガポール航空じゃなくて、えー、マリオットボムよね、えー、プラチナステータス持っておりますので、えー、これでいいのかなあ、 ログインしてた方がいいのかもしれないですね。ということで、ログイン出しましょう。はい。ということで、ログインしたらね、Ops トライアゲインということで、なぜかできないですね。なんでだろう。はい。ということで、もう一回ね、もう一回入ったらね、できましたね。ヨータリンク、ユアアカウントということで、エンター、クリスフライヤーメンバーをね、入れてくださいって書いてありますね。ということで、私がね、こちら、シンガポール航空の買い万をね、入れていきましょう。では、入れていきます。 では入れたらね、このリンクアカウントをしていきましょう。はい。ということで、これでコングラッチュレーション用たリンクイーゼア,アカウントということで、あ、これでもうシルバーステータスになれたっぽいですね。ではね、シンガポール航空の方にちょっとね、ログインしてみましょうか。はい。シンガポール航空の方にログインいたしました。あ、クリスフライヤーシルバーステータスになってますね。おおすごい。これどうやってアカウント見るんだこれかな あちゃんとなってますね。クリスフライヤー、シルバーステ、シルバー、エリートシルバーになってますね。はい。ということで、無事ね、シンガポール航空のね、シルバーステータスゲットって言った形になります。これで私もね、シンガポール航空に優勝で4回乗れば、まあ、ゴールドステータスになれるっていう感じですね。 はい。ということで、非常にね、簡単でしたね。ぜひね、こちら、マリオットのね、ステータス持っている方は、えー、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。こちらね、先ほどね、見た感じだとですねと、マリオットボンボイのね、ゴールドステータスからこちらね、ステータスマッチ利用することができるっていうふうになっておりますんで、マリオットアメックスプレミアムカードね、保有されている方は、発行しただけでね、ゴールドステータスになっておりますので、まあ、マリオットアメックスプレミアムカード持っている方はね、誰でもこちらね、 シンガポール航空のね、アカウントさえ取っていただければですね、利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、こちら利用ね、していただければな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、まあ、ステータスマッチね、せっかく紹介いたしましたので、私の動画でね、多分コミュニティ欄とかでね、昔紹介したと思うんですけども、マリオットボンボイっていうのは、ユナイテッド航空とも独自提携しておりますよね。 で、またね、マリオットボンボイのチタンステータス以上の方はですね、ユナイテッド航空のね、えっと、プレミアシルバーになることができるっていう風になっておりますんで、 こちらね、今回合わせてね、紹介していきたいな、なんていう風に思います。ということで、こちらがね、マリオットボンボイのチタンエリートのね、構築タイトなんですけども、まあこちら知ってる方もいらっしゃると思いますし、利用してる方もね、いらっしゃると思うんですけども、ユナイテッド航空マイレージプラスのプレミアシルバーがですね、チタンステータスね、マリオットの持っている方はですね、利用することができるって言いがちになってるんですよね。これね、私非常に欲しいんですけども、私はね、プラチナステータスなんでね、こちら利用することができないんですけども、 ユナイテッド航空ねマイレージプラスの。 え、プレミアシルバーになるとね、何がいいかっていうとですね、こちらね、無料プレミアアップグレードはね、対象っていう風になるんですよね。ですので、このユナイテッド航空のね、先日のね、マリオットのポイント、ユナイテッド航空のマイルね、おすすめですよって話させていただいたんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスでエコノミークラスをね、発見したとしますよね。まあ、これね、足元ちょっと広い席をね、指定したとしても、無料でね、利用することができるっていう風になるんですよね。 え、私みたいにですね、平会員だとね、これ指定するのもですね、一人ね、何ドルっていう感じでお金取られるわけなんですけども、マリオットね、チタンステータス以上の方はですね、プレミアシルバーになって、この無料のね、アップグレードね、あの、空席次第にはなりますけども、足元広い席もね、利用することができるっていう風になっておりますんで、こちらね、マリオットチタンステータス保有されている方はですね、ぜひね、データスマッチね、しといていただければな、なんていう風に、 思います。で、このね、ステータスマッチの公式だとね、こういった形になっておりまして、えー、こちらね、サインインしていただいて、7日ぐらいね、かかるみたいなんですけども、もしね、マリオットボーブルのね、チタンステータス以上ね、持っている方は、ぜひね、ユナイテッド航空のね、ステータスも、えー、ゲットね、しといていただければな、なんていうふうに思います。まあ、もらえるものはね、もらっといてね、損はないのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。 ということで、今回ですね、マリオット・ボンボイがシンガポール航空のね、ステータスマッチを開始いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、スタイランスゴールドね、保有されてない方はですね、今回のキャンペーンでね、まあ、4回乗っていただければ、 一年間ね、スタイランスゴールドをね、楽しむことができるっていう風になっておりますので、えぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、この感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ